さてニュースピックアップ、今朝のこの時間は週刊新潮編集部鈴木雅也デスクに今日発売の週刊新潮の記事から話を聞きます。鈴木さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて今週号の週刊新潮メイン特集は、麻生が言い出しっぺ、国葬に葬られる岸田統一教会政権とあります。鈴木さん、まずはこちらの記事から教えてください。はい、まあ、国葬を実施するようにですね、岸田総理に進言したのが、まあ、実は麻生太郎自民党副総裁だったっていう話なんですよね。はい、これ岸田総理はまあプライドが高い人ですからね、自分が決断したなんてまあ言っているわけですけれども、まあ、実は麻生さんが裏で安倍昭恵さんの了解を取れとかね、そんな細かい指示までしていたっていうんですよ。で、まあ、表向きは麻生さんもね、国葬を実施に自分が関与したということはまあ否定しているわけなんですけれどもね、はい、まあ、ただ麻生さんといえば、まあ、否定といえばね、旧統一教会に関係していたってことについても、まあ、だんまりをね続けていらっしゃる方ではありますけどね。まあ、先週ね、衆院さんが警視庁公安部の名簿に麻生太郎という名前があったって言ってましたもんね。ああ、そうですか。いや、鈴木さん、ダジャレ言ってる場合じゃないですよ。総理、麻生さん総理だったのずいぶん前ですもんね。重ねた、まあ、それよりですね、今週はですね、はい、そんなものよりですね、スクープ記事いろいろあるんですよ。ほう、でしかもですよ、寺島さんが多分大好きだっていうね、特集記事が2つもあるんですよ。もう鈴木さんがですね、私の好きそうな記事というと、大体どんな記事か想像できるんですよ。おそらくですよ、おそらく下品な記事とかですよね。ああ、下品な記事がやっぱりお好きなんですね。いや、だから大体鈴木さんが私の好きなという言い方するときは、下品なネタとか、こう卑猥なネタ多いじゃないですか。例の香川照之さんの話とか、あと熊田曜子さんとかね。あと公明党のね、いましたよね、熊野正義。そういう人もいました。その話も好きだったんですよ、ね。いや、ですから、そういう類の話ばかりじゃないですか。いつもこう、変態的な話ばかりなんですよね。はい、寺島さん、変態じゃなかったんですか。いや、鈴木さん、一応私、今月64になりましてですね。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。確かに、30代、40代の頃は、本意ではありませんでしたけれども、まあ、妙な行動をとっていたこともあります。はは。しかし今までの人生で多分初めてだと思います。こうやって面と向かって、しかも公共の電波で変態ですよねって言われたのはね。あ、変態じゃなかったんですね。いや、それすいません。いつもね、だって卑猥なお話とかも大好きだっておっしゃるからね、ご自身で変態だっておっしゃりたいんだとばっかり思ってたんですけれども。違いますよ。いや、それと本当違うんだったら、まあ、そういう話はね、今後は一切やめといた方がいいですね。あ、今後一切って言われると、まあ、鈴木さん、いや、そこまで否定しなくてもいいんですよ。まあ、ただね、嫌がってらっしゃると全然思ってなかったんで、いや、実はね、今週も本当にこのね、エネオスのね、元会長がね、実はセクハラで辞任していたとかね、いろんな話があったんですけど、ちょっとやめといた方がいいかもしれないですよね。いや、鈴木さん、嫌がってないというか、まあ、私も人間ですから、そういう話題に全く興味がないといえば、まあ、それはそれで嘘になっちゃうのかなって感じはするんですけどね。でもね、このエネオスのね、前会長っていうのが、実は香川照之さんがやったことよりもずっとひどいことしてたんでね、これやっぱりやめといた方がいいですよね。だって沖縄のね、高級クラブでね、本当わいせつな性加害しまくってたっていう、これ事件ですから、ちょっと紹介しない方がいいかもしれないですね。いや、鈴木さん、はい、そこまで言われたら、私というよりもこうリスナーがもう気になってしょうがないと思うんですよ。まあ、ですから、この私のためというよりも、リスナーのためにお話しいただいた方が、鈴木さんのためにもいいかななんて思うんで、繰り返しますけど、あくまで私のためというよりも、リスナーのために、そのエネオスの会長の下世話な話っていうのは少し紹介してもらってもいいですか。まあ、これでもね、本当にね、すごい下品な話になっちゃうって。でもしね、下品になっちゃった場合、このおはようテラちゃんっていう番組のね、品位に関わってきちゃったら問題ですもんね。あ、この番組に関してはですね、すでに品位というのはもう失ってるんで大丈夫か。あ、そうだったんですね。まあ、一応私にはあるんですよ。あ、テラシマさんにはやっぱりあるんでしょ。あります。
ああ、だってこの会長のね、わいせつ行為って、本当これ細かいところまで紹介するとね、まあ、寺島さんの品位はともかくですね、はい、僕の品位が疑われちゃうとまずいんですよ。ああ、鈴木さんの品位ももうこの番組ではすでに失われてるかなーなんて思うんで、それも大丈夫だと思いますよ。いやいや、寺島さんの品位が最初からないのは僕はよく知ってるんですけど、僕の品位はちゃんと保っているつもりなもんですからね。いやいや、鈴木さん、もうそのあたりもどうでもいいじゃないですか。どうでもいいですか。早く教えていただけますか。だけどですよ、ええ、直接的な卑猥な表現は避けてくださいね。なるほど、はい、じゃあちょっとその辺を気をつけてお願いしますとね、ええ、まあ、このエネオスの、まあ、会長、前会長ですね、辞めたので、はい、まあ、8月にね、突然一身上の都合ってことで、会長辞めちゃったんですけれどもね、でもね、これ6月の株主総会で会長職再任されたばっかりだったわけですね。それから2ヶ月しか経っていないわけですよ。なのに石油業界のトップのエネオスの会長が、まあ、急に辞めちゃったってわけで、この業界もね、騒然としたわけですよね、はい、しかもこの辞めた理由が一身上の都合っていうふうにしか、まあ、説明がされなかったわけですよね。で、なんだろうと思っていたらですよ、この会長、まあ、沖縄でですね、いろいろしでかしちゃってたんですよ。鈴木さん、ええ、その調子です。いい感じですよ。大丈夫ですか、ここまで、はい、ええ、でね、何をしたのかってことなんですけれども、ええ、高級クラブのホステスに性加害事件を起こしちゃっていたっていうわけですね。鈴木さん、ええ、ここから先の表現です。気をつけるのは。わかりました、気をつけましょう、はい、で、何をしたのかですよ。会長を辞める前、遡って1ヶ月ですね、7月1日にね、エネオスと取引先との会合が沖縄であったっていうんですよね。で、その晩に、この前会長、得意先の会社の、幹部たちとですね、連れ立って沖縄の歓楽街の松山の、老舗の高級クラブに行ったんだそうですね。で、そうすると、まあ、クラブですから、こう、華やかなね、ドレスを着た、まあ、女性に、迎えられて囲まれて、で、会長はどうもいい気分になっちゃったんですかね。でね、ホステスの手をね、まあ、握り始めたっていうわけですよね。鈴木さん、鈴木さん、気をつけてください。でも、手握っただけですからね。ああ、すみません。これ、まあ、セクハラでもまだね、ないのかなと。でね、それからですよ、その握ったまま、ね、自分の方にこう女性をね、こう引き寄せようとしてね、手首をね、強く掴んで、で、そんなことをね、10分ぐらい続けていたっていうんですよね。はい。で、そっからですね、今度は会長がね、急に大声を出して、女性をね、抱き寄せちゃったって言うんですよ。鈴木さん、そのぐらいにしておきますかね。あ、でも、まだ何も言ってないに等しいんですよ。まだですか。いや、女性を抱き寄せた、もうちょっと大丈夫ですか。大丈夫だと思いますよ。まだね、抱き寄せて何もしてないんですからね。あ、そうか。じゃあ、続けてください。からするんですよ。はい、続けて。そうするとね、会長はね、女性のドレスの中に手を入れて、で、下着をまさぐるようにこう胸をね、揉み始めた。鈴木さん、ええ、鈴木さん、はい、ええ、あれ、ええ、いや、これちょっとこう胸触ったっていうレベルじゃなくって、下着に手を入れてね、ずっとね、この揉み揉みですよ、このマッサージマシンみたいにね、揉み揉みしたっていう。鈴木さん、なんかだんだんヘビーになってません？いや、これ、ね、事実なんですよ。そうですか。さらに、ええ、キスをね、求めて、で、強引にね、唇を奪っちゃったって言うんですよ、で、しかもですね、会長が言ったことがですね、銀座では普通だよ、こんなの。いいから乳首触らせろ。こんなこと言って、他のホステスにも同じようなことし始めたって言うんですよ。これ、だって、銀座ってね、僕はよく知らないんですけど、乳首触らせたりするところなんですか？鈴木さん、鈴木さん、もうダメです。あ、ダメ。ちょっとリアルすぎて、ドン引きだと思うんですけど。いや、これね、全部会長が言ったことなんですよ。あ、いやいや。事実なんですよ。いや、事実なのかもしれないんですけど、これ直接的な表現っていうのはやめた方がいい。乳首とかですか？いや、だから、じゃ乳首だけじゃないですよ。だけじゃない。まあでもね、問題はこの後なんですよ。はい。で、この前会長、女性の服をね、無理くりね、脱がしちゃったんですよね。まあ、とにかく本当にひどい暴れ方で。で、そんなことをしておきながら次の日も来たって言うんですよね。連日ですか、じゃあ。まあ、連日来ちゃったっていうことらしいですよね。まあ、で、この女性ですけれどもね、後でね、体調に異変を感じてね、病院で検査をしたって言うんですけれども、そうしたらですよ、肋骨が骨折していて、さらに首がむち打ちの症状になってたって言うんですよね。これもよっぽど強引なことをされたんでしょうけれどもね、で、全治2週間で診断されたそうですよ。それひどいですね。ちょっとね、
これひどいっていうか、ここまで行くとね、暴力事件ですよね。で、この被害を受けた女性が会長に対してね、当然ですけども謝罪とか治療費を求めたんだそうですけれども、そうしたら、会長個人じゃなくって、ANS 本体がこれに対して対応したそうなんですね。で、結果的に会長を辞任という形で、ANS 主導でこの事件の幕引きが図られた。ということのようなんですね。そうだったんですね。でも暴力事件となると、まあ、会社っていうよりも会長個人の刑事事件に発展する可能性っていうのもありますよね。まあ、可能性としてはそうですよね。まあ、ですからエネオスとしてはこの会長を辞めさせることで、まあ、会社としてはここまで責任を取りましたと、いうことなんですかね。ですから、会長を辞任させればね、会社としては、まあ、前会長は一個人になりますからね、まあ、そこまで責任を負わなくていいっていうことなんでしょうかね。まあ、ただ今もこの女性と前会長の間ではね、示談交渉が継続中らしいんですけどね。まあ、やはりこの社会的にね、名前のある方っていうのは、自身の行動には責任持たなきゃダメだってことですよね。いや、本当にダメなんで、寺島さんも本当に気をつけてほしいんですよ。はい、なんかだってね、香川照之さんの真似だとか言って、なんか奥さんの下着の匂い嗅いだりとかですよ。なんか坂本選手の真似して、ケツ穴かくて、なんかとか言って、楽しんでるってこの前言ってましたけども。いや、してませんよ。やめてください、本当に。いやいや、本当にね、気をつけないとダメなんですよ。こんなケツ穴とかね、言ってちゃダメなんですけど、でもそんなことより、お相撲も好きなんですよね。あ、相撲好きですよ。ケツ穴別にしますよ。ケツ穴別にして、相撲は好きですよ。相撲もね。でね、7月に、年寄りのあの、宮城の襲名した、宮城の部屋をこの継承した、元横綱の白鵬関ですね。はい。この宮城の親方の側近中の側近って言われる、あの、大物マネージャーが、7月の頭に失踪しちゃったっていう情報があるんですね。失踪ですか？まあ、今もね、このマネージャーとは連絡がつかない状況みたいで、で、白鵬関もね、連絡が取れなくて困ってるって言うんですよね。はい。で、このマネージャーっていうのが、どうも過去にね、相撲界の野球賭博汚染ってあったじゃないですか。はい、あの時にもね、名前が上がっていた人物で、で今も、ギャンブルをね、この人やめてないっていう情報もあるんですね。で、失踪する前にね、放送作家のね、鈴木治さんとかからお金も借りていたみたいで、で、それも7月に絶対返しますって言っていた矢先に音信不通になっちゃったっていうんでね。で、一部ではね、今回の失踪に関して、白鵬関個人のね、お金が、部屋の資金なのかもしれませんけど、1億円以上、これ、持ち逃げしたなんていう情報もあるんですよね。1億以上ですか？まあ、そう聞こえてくるわけですよね。ですからね、こちらでもこの宮城の親方、白鵬関に直接聞いてみたんですよ。そしたらね、まあ、このマネージャーについては、部屋にも来られてないから私もわかりませんっていう話で、で、白鵬関のお金を持ち逃げしたじゃないですかってことについては、まあ、ちょっとね、これニヤって笑ってね、あ、そんなことはないです、はい、っていうことなんですけどね。で、その後ね、文書も送って聞いてみたんですけれども、この宮城の親方ですね、はい、一応答えてくれたんですけれども、まあ、7月から失踪していることは、まあ、ちゃんと認めて、ただし、お金の持ち逃げについては、現在事実関係の確認を行っているので、まあ、お答えはできません。ということだったんですね。ということは、否定はしてないってことですね。まあ、そうなんですよ。はい。こちらの記事気になる方は今日発売の週刊新潮をぜひお読みになってください。週刊新潮鈴木雅也デスクでした。鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。